で錬金術を使えるようになるといいな。使えるようになったらすぐに伸びるよ。あのイオちゃんも暇があったらカノンちゃんに錬金術の指導をしてあげて。きっと喜ぶと。あ、そんなことないよ。高いからって子供扱いしちゃって、私の方が